はい、納車式の準備動画でございますけれども、お客様、法人様なのでおそらく、納車のタイミングでパッと持っていかれると思いますので、事前に、取っておきたいと思います。はい、今回ご契約いただいた車、スズキのエブリィでございます。本日3時納車でございまして、12ヶ月点検と同等の点検整備をさせていただいております。バッテリーを新品に交換し、ルーフキャリアを取り付けて夏タイヤを装着し、ナンバーを変え ETC セットアップをしたという状態になっております。総支払い額を振り込みをいただきましたので、おそらく、操作も簡単に説明してお渡しになるかと思います。はい、今回はルーフキャリアを付けさせていただいたのが特徴的な中古車販売になりました。耐荷重が50キロのモデルを付けさせていただきました。錆びにくいタイプの純正品を今回はチョイスいたしました。よいしょ。はい、中の方に、こんなものが付いております。荷物入りには便利かなと思います。冬タイヤ、冬ワイパーは中古ですけど、こちらの方も付けさせていただきました。特別、変わったところはない装備の車になるかと思います。はい、後ろ側はこんな感じですね。はい、室内側はエンジンスターターが車外で付いていて、スペアキーが1個、あとは4駆の切り替えがここ、あと手巻きハンドル、ラジオになります。まあそんな感じのオプションになりますの、オプションの車になりますので、まあ、簡単にご説明してお渡しになるかと思います。と現在の走行キロ数が1万と2750キロという、お車の状態になっております。はい、ということでございます。おはようございます。はい、おはようございます。ありがとうございます。お振り込みもありがとうございました。入ってました。入ってました。ありがとうございます。はい、よし。左側からシャッフルを押せるんですよ。はい、もう引っ張って
は、メインキーと服薬キーと、まあ、同じですけど、一個一個インクも渡しておきます。で、エンディスターターは、このボタンを押してから、こっちが左を押してください。スーパースーパースー